今回は食べすぎて球体のようになってしまった。ニートの一致の話を紹介するよ。ニートY30歳。ついに球体になってしまう。食べすぎて太りすぎたんを。球体ってどういうこと？風船みたいになったってことじゃん。スペック。何センチで何キロ？150センチで120キロんを。どうしてそうなった？っていうか身長低すぎん。年齢は？30歳のニートや。そこまで太ってると動けんよな。170センチで95キロくらいあった時でも、若干日常生活に支障があったっていうのに。まあニートだからほとんど部屋も電子。まさかボトラーなのか？想像に任せるんを。働けって言いたいとこやが、その体型では働けないよな。ひどすぎて草。太ったのはなぜ？実家の両親が個人経営のカフェをしてるんや。最初はカフェのご飯を食べすぎて、それに甘いものが好きなんだよな。部屋の中にいろいろあるで。でもさ、その体型だと飯を取りにキッチンに行くのも大変じゃん。Y の部屋には冷蔵庫があるんやで。もしかして親は金持ちなんか？親は2世やで。本当の金持ちはじいちゃんばあちゃんだな。なるほどな。それでその資金でカフェか。ある意味で好きなことして働いてる両親もニートみたいなもんやで。だから Y のこともある程度は放任してくれてたんやが。まさか球体になるとはな。笑い事じゃないだろ。祖父母の仕事は？仕事っていうか土地とか建物を持ってて、その不動産収入がある。え、じゃあ一致もいつかはそれを継ぐんか？勝ち組やん。父親は一人っ子で長男だからいいけど、Y には姉と兄がいるからな。どんまい。兄と姉は今は一緒に住んでないんか？二人とも結婚して家を出たんやで。つまりお前だけがニートしてるってわけか。金があるにせよ太りすぎはダメだろ。っていうか誰も一致の部屋に冷蔵庫があることに突っ込まないんだな。部屋に自分専用の冷蔵庫は草。冷蔵庫には何を入れてるんだ？基本的に甘いものだな。あと炭酸とか。炭酸に甘いものって、小学生かよ。食べてるだけだと暇じゃない？動くと疲れるから基本はごちゃんと食事と漫画くらい。あとはぼーっと寝転がって過ごしてる。まあ漫画もごちゃんも転がりながらだけどな。ちょっとは動けよ。そのまま食べすぎると部屋のドアから出れなくなりそう。なりそうじゃなくて今もうすでにそうなってない？そのうち冷蔵庫だけじゃなくて一致専用のトイレが必要になるな。痩せようとは思わんのか？そろそろやばいなとは思うんやが、運動とかしたくないしな。それにしてもデブすぎで草。バケモンだろ。でも意外と毎日充実してるぞ。両親が作る飯はうまいし好きなものを好きなだけ食べれる生活は最高やで。一致も料理屋の仕事を手伝えばいいのに。お店は繁盛してるのか？さあ、Y が小さい頃は母親は店が同行より、食器を集めるのが趣味っぽかったな。食器を並べるためにお店をしてるのか、お店をするために食器を集めてるのか、よくわからん状況やったぜ。ちなみに料理を作るのは父親や、母親は注文を受けたり運んだりいろいろやな。なるほど。パッパが料理人なのか。親が料理がうまいのは普通に羨ましい。一気ほど太るのは嫌だけど。マジで健康そうだしそろそろ痩せた方がいいと思うぞ。Y もそう思うんだけどな。全然痩せる気がなさそうで草。むしろまだまだ太りそうじゃん。いっそもっとヤバい体型になってテレビとか出れば有名になれるじゃん。ちなみに大食い的なこともできるんか？大食いはどうやろ。甘いものはよく食べてるけど、あんなガツガツ食べ続けるのは無理かな。そんなもんなのか。大食いしてる奴らはイカ水とか言うよな。部屋を出れそうにないから、あれこれどう処理してるのか考えたくもない？病気とかなった時は大変そうだよな。親は一致に痩せろって言わないのか？ほどほどにしなさいとは言われたけどな。基本は放任っぽいな。まあ飯は出てくるし不満はないんを。完全に養豚場みたいになってて草。太らせて出荷する気なのか？店の料理になってそうで笑った。今日は一致の煮付けです。草。ニートっていうか牛とか豚とか家畜の類だろ。自分は太っても限界値があるからここまで太れるのは単純に驚いたな。わかる。食べまくってもある程度で止まるからな。目標何キロみたいなのはないの？別に何キロ目指してるみたいなのはないんを。マジで一度テレビに応募してほしい。実物見てみたいような怖いような。30ならさっさとダイエットしてせめて親の店の手伝いくらいしろよな。自分はなりたくないけど話だけ聞いてる分には楽しいな。これ、標準体重まで痩せようと思ったらどれくらいかかるんやろ？1年以上かかるんじゃないか？最初は足とかに負担がかかって歩くのもきついやろうし。一致はまだまだ太る気なんか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニート、1日1ターンしか動けない。用事がないと外出しない。声の出し方忘れる。ワイヤン。歩き方忘れる。ワイヤ。声のトーン調整できない。明日は確定申告で1ターン消費や。5ターン分くらいの行動やぞ、それは。今日確定申告の書類で1ターン。確定申告するならニートちゃうやん。去年の今頃はバイトしてた。
ニートって病気にかかったらどうするの？基本的に病院嫌いやから、自然治癒。自然派ママかよ。さ？そんだけ回復力あるなら何でもできるだろ。ニートになると自転車こいだだけで丸2層で草。用事がないのに外出するやつってなんやねん。ニートやめて働いてるけど、休みの日は未だに1日1ターンしか動けんわ。わかる。バイトしてた時、休み結局引きこもりだったな。働いてみて、Y は生まれながらのニート気質なんやと再認識したわ。毎日ジャージ。ヒゲ剃りで1ターンや。1日1ターンはほんま言えてみようやな。引きこもりの定義とは、自室からほとんど出ない、趣味の用事の時だけ外出する、近所のコンビニなどには出かける。これらの状態が6ヶ月以上続く人。これ引っかかるやつ引きこもりな。ワイアンケ。全員定期。最近は散歩するようにはしてるが、雨降るとあかんね。ワイ日本海側住みやから、天気悪いし多くて参るわ。下着だけしか着替えないやつおる？最近髪の毛も2日に1回でいいかなって思い始めてきた。ワイは今日イケア行ったで。疲れた。どの程度の大きさでどのくらい声が届くかわからなくなるわ。マジで1日中布団とかあるからな。10時までに布団から出れなかったら、その日は終了。外出する可能性 5% くらい。夢の登場人物が更新されない。さ？出し方忘れるっていうか、音量の加減がよくわからない。普通に話したつもりが自分でもびっくりするくらいか細い声だったり。あるあるやな。病院とか歯医者行くとき、保険証見せると微妙な空気流れるの嫌い。半年引きこもっただけで声出なくなったわ。5年かけて健常者に戻ったけど、今でも何喋るにも、あ、ってつく。電話とか宅配無視するやつ？ワイヤで。絶対ニートって思ってそう、ジャージだし。知能が落ちた。無趣味金欠ニートって罪やわ。なんじゃ以外に居場所がない。ワイはニートになってから趣味が楽しめなくなったわ。何してても集中できん。虚しくなって止めるよな。甘えんなカスども。はよまるね。簡単な感じ忘れた。用事がないのに外出って、煽り抜きにどういうことなん？ニートかて散歩ぐらいするやろ。以下、ニートの末路です。前回春休みに入院退院するとき、次に家族に危害を加えるようなことがあったらもう二度と家族と暮らすことができなくなる、と伝えましたが覚えていますか？4月以降も度重なる勝手な行動に加え、再三にわたる金銭的なトラブルで、とうとうそれが現実となりました。学校とは、〇〇が入院中、何度も話し合いました。が、残念ながら退学処分となりました。理由は、在学中に警察のお世話になった。金銭トラブルが多く、改善が見られない。高校生の本分たる勉強にやる気が見られず、課題の提出が悪い。部活も欠席が多く学校に通うメリットより他の生徒に悪い影響を与えることが懸念される。学生でなくなった以上、丸は社会人になります。前から伝えているように、学生でなくなったら家からは離れて、一人で生活していってもらいます。お父さんもお母さんも一生懸命に働いています。もう〇〇に使うお金は1円たりともありません。中学に入ってからめちゃくちゃなことをするのでみんなが振り回されてきました。もう限界です。学校を退学になった以上、これ以上お父さんもお母さんもどうすることもできないので H先生に全てをお願いしました。社長の下で人としてしっかり働き方を習って、一人で生きていってください。帰ってきても〇〇とは二度と一緒には暮らせません。家族みんな、もう〇〇と一緒に生活することはできません。これ以上〇〇といると、みんなおかしくなりそうです。意味の全くなかった学校はやめてもらいます。あなたには H 先生のところで、今まで家族を悲しませ、苦しめたことをよく考えてほしいと思います。家にはもうあなたの帰る場所はありません。見ているだけで腹の立つレコードの数々、うるさく近所迷惑だったバイク、すべて処分します。これからは家族4人だけで、〇〇はもともといなかったこととし、生活していきます。二度と会うことはないでしょう。2016年6月3日、家族より。H 先生は何者なんや？文面的に精神科医かなんかやろ。引きこもり独立支援施設みたいなやつの人かもしらんで。正解。泊まるヨットの足みたいなとこや。一日一食。寝られない時どうしてる？体動かしたりするんか？眠くなるまで寝ない。ニートやるとガチで脳が退化するよな。たまに活性化させようと将棋するけど勝てんを。というか世の中みんなよう頑張って働いてるなって感心するわ。歯医者一旦おー。今日は終わり。おやすみ。ワイニートやけど、今日新宿まで自転車で50キロ走ってきたで。帰りは電車や。ニートやけど、欲しいもんあるときは適当な日雇いで働けるんだよな。飯と風呂はただやから働いてないってだけで。パソコンと携帯電話が全面的に禁止されたら引きこもりは確実に減ると思う。普
審者の目撃情報も増えるだろうけど。自室ってなんでこんな落ち着くんやろ。ベッド、パソコン、テレビあるだけなのに。ネット上、別に自分語りするわけじゃないけど、ワイは外資系で働いてるんやで。普段、世界中の人間を相手に英語コミュニケーション取ってるワイが。そんなの言うわけないやろ。論破されて気に食わないからって調子乗ったこと言っとったらあかんぞほんま。現実。昨日勇気出してコロッケ1個買ってきた。8ヶ月ぶりくらいに親以外とレジで会話したけど、心臓バクバクで丸にそうだった。わいしょー、3月で仕事がなくなる模様。正直次行ける自信もない。散髪や、病院の医者、歯医者。今日はお仕事お休みなんですか？わい、はい。休みなので早めに来ました。医者は絶対そんなこと言わんわ、エアプ。いや、マジで言われたわ。そんなん奇跡レベルやわ、美容院はわかるけど。ワイ中高の時ずっと引きこもってて、なぜか今は働いてるけど引きこもりに戻りたすぎるわ。あの期間はほんま快適で幸せやった。苦痛さとか全く感じなかったもん。ワイは逆や。ちょっと怠惰な時期あったけど、罪悪感に苛まれて日々苦しかった。実家ニートと一人暮らしニートは似て非なるものだけどな。タヌキとアライグマくらい違う。これ、一人暮らしで賃貸更新やらパソコン修理やらで、貯金尽きて比喩なしに丸ぬわ。Y 資格浪人の実質ニート、今日も楽しくお昼過ぎに起床して元気にゲームに励んだで。ニートが飽きるなんて嘘や。わかる。ネット、ゲーム、漫画、ラノベ、深夜散歩だけであと10年はいける。シーズン開幕したらもっと忙しくなるから時間足りないまである。ほんま時間足りへんよな。筋トレでもした方がええんかな？何か説明しないといけない場面でクッソ説明下手になっててビビる。知能低下しとるわ。わかる。加藤一二三みたいになって、後では。今のクッソキモい。って頭の中で反省会開くわ。ワイだって辞めれるもんならニート辞めてよ。でも服の買い方とか電車の乗り方とか基本的なことを何も教えてくれなかったんや。ワイの親は。言うほどそこら辺は親に教わることか？ググれや。この時代に何言ってるんや。お湯の沸かし方までググればわかるから、神ですよ。やばい時は1週間1ターンやったな。ワイ多分10年ぐらい文字書いてないわ。ニートはプログラミングやろうや。ゲームでは得られない、勉強ならではの達成感を得られるで。どう始めたらいいのかすらわからへん。何が必要なんや。第一に自分がしたいことができる言語をサイトで見つける。Y はお気に入りの画像を見つけるプログラムを組みたかったら、Python にした。次にプロゲートというサイトに行ってプログラミングの処方を学ぶ。それから各言語のサイトに行って言語をダウンロード、インストール。あとはネットで調べるなり本読むなりして独学。プログラミングの勉強しなくちゃ。これで1ターン使うわ。これ、思考だけで1ターン使うからその日は終わりや。次の日またプログラミングのこと考えて1ターン消費するからまたそれで終わり。何も始まらん。ニートなんやから、ちょっとずつやってけばええやろ。社畜が休日にそれやってたら一生進まないけど。草草の草。ニートの鏡。仕事し始めると、自分のポンコツ具合に絶望するんもねえ。歌は歌えなくなったわ。ニートはハロワイケみたいなやつおるけど、ガチのニートが言っても意味ないやろ。あそこ失業保険もらいに行くとこやぞ。無職のための施設だから当たり前やけど、相談乗ってもらえたり職業訓練や業界の説明会的なものも紹介してもらえるで。じゃあガチのニートはどこに行けばいいんや？割とマジで精神科病院。誰か叱ってくれないかな。逆に歴長くなると健康的な生活になるよな。だらけすぎると肉体の限界ライン超えていくのが自分でもわかるから、ある程度節制するよな。一時期家に引きこもってた時期あったけど、終盤は何しても楽しめんくて地獄やったわ。いいか悪いかはともかく、長期間ニートできるやつはニートの才能あると思う。どうやって引きこもり抜け出したんや。社畜やけど、外より内の方が楽なのは誰でも一緒だから、外で家より楽しいものを見つけるのは難しいとは思う。せやから危機感しかなくねえか。久々に外出ると靴ずれと筋肉痛がやばいわ。話し相手が一人もおらん。助けてくれ。一人暮らしのやつなら、働いてても当てはまるやついるやろこれ。ワイは今日カレー作ったで。今週は散髪行ってバイト探したいな。ワイ、今日は12時間寝たんを。さすがに調子でないんをね。1ターン休み。働いてても全部当てはまるが。髪も最近自分で切るようになったわ。意外と自分でも切れることに驚くよな。あらがあってもワックスつけてごまかせるし。顔が良けりゃ坊主カットでも全然問題ないからな、男は。家にいる安心感半端ない。日雇いとか昼で帰りたすぎて。その後の仕事ばっくれたから。底辺みたいな仕事でも予定入ってるとそわそわしてダメや。ニートを楽しめるやつ羨ましい。ワイは焦燥感で毎日辛いわ。ワイと仕事変わってくれや。ワイはニートになりたい。
体を入れ替えてほしいは割とガチで。体臭ひどくて対人恐怖になっとるし、体が変わればなんとかなりそう。なんで体臭ひどいんや？風呂入っとらんのか？食生活悪いんやないか？毎日入っとるで、でも便臭がするんや。食生活もそこまで偏ってはないで。口の中が臭いんやないか？それ、歯医者行って磨いてもらうとかどうや？25歳ニート3年目だけど、最近マジで人生終わったと感じるわ。それはまだ序の口。そのうち何も考えなくなるぞ。いやもう3年ニートしてるけど、友人と LINE することもほぼなくなったし、終わってる感が現実味帯びてきたわ。なんでや？友人との LINE が極端に減る、やる気がなくなる、外出しなくなる、自丸のこと考えるようになる、学生時代をよく思い出すようになる。ニート極めるとこうなる。25歳とか余裕で人生やり直せて草。出遅れやで。正直かなりギリギリぐらい。ハロワに行ったことあるけど、ニート歴3年が相当足引っ張っていてほぼ積んでる様子。なんか資格勉強してたとか、世界を見て回ってたことにしたらええんちゃうか。勉強すればええだけやん。公務員試験の年齢制限だってまだ大丈夫やろ？若さは最大の武器やで。現実見ろよおっさん。ニート1ヶ月だけしたことあるけど、暇すぎて働きたくならない？まだやり直せる期間やな。そっから無になる。ワイは6ヶ月やったけど、手元にあった300万なくなってしぶしぶ働いとるわ。やっぱ金やで。ずいぶん合流したな。昨日ワイ、明日10時に行くかな。次の日12時ワイ、飯食ってからでええか。次の日16時ワイ、明日でええか。この繰り返し。これ働くままの平均的なスケジュールね。ニートどもは震えてろ。5時50分。ママ起床、お弁当と朝食の用意。6時45分。娘さんが起床。朝食を食べて登校。コーヒーを飲みながら新聞、テレビをチェック。7時。息子さん起床。ママと一緒に朝ごはん。朝食後、夕食の下ごしらえを済まし、洗濯機のスイッチオン。7時45分。息子さん登校。忙しさのピーク。ママの支度、犬の散歩、洗濯物を干す、食洗機をセット、クイックワイパーで床掃除。8時50分。出勤。電車の中は貴重なフリータイム。音楽を聴きながらメールや LINE をチェック。10時から17時まで仕事。18時15分。買い物をして帰宅。朝、下ごしらえをした夕食の仕上げ。19時。夕食。20時。お子さんの宿題を見る。娘さんを塾へ送り出す。22時。お風呂。23時。お子さんが就寝。食器の片付け、明日の用意をする。24時。ママ就寝。明確にやることが決められてて、それさえしておけば社会的地位が確立されるならそのくらいニートでもできるぞ。決められててってなんで受動的やねん。このままも自分でこういう人生にしようって決めたの。さすがニートは言うことが違う。自分で物事決めて行動できるやつは、ニートに長期間なることはないやろ。いや受動的だろうが能動的だろうが、表に書いてある通り。決められてるもんは決められてるやろ。何言ってんだお前。決めて。じゃあワイも家事だけやって一生終えるわ。はい決めました。自分がスーツ着てたら周りから笑われてる気がして就職できへんわ。ニートから抜け出せないやつの特徴だな。勝手な古代妄想被害妄想。むしろニートの方が笑われてるぞ。ハロワ、この求人はどうですか？ワイ、わからないです。ハロワ、嫌か嫌じゃないかというとどっちですか？ワイ、やったことないのでわからないです。ハロワ、どういう仕事だったらできそうですかね？ワイ、ハロワ、答えがわからない質問してくるから怖いよな。3週間前ワイ、アママルゾンでゴミ袋買わないと。今日ワイ、明日早起きできたら注文しよう。これ毎日やってるんだが、いつ帰るんやろか。ワイアン、イヤホン買い替えようと思って2年経ったで。今決めて今買うんや。23時までや。わかったわ。風呂入ってきてやるわ。ブハハハ。用事あると徹底的にネットで調べる癖はついたな。仕事の都合上、2ヶ月の休暇だけどマジで天国。ニートはこんな楽しい生活できるとか羨ましい。船乗りか？お金ないとまあまあひりつくぞ。ほんま不労所得欲しい。2ヶ月後しんどくないか？充電期間と思って割り切るしかないで。働かな食べていかれへんのや。それは先が見通せる休みやからやで。ニートの休みは先が見えない無限地獄やな。働きたければ働けばええやん。社畜6年、28歳で退職して2週間の間ですら焦ってんのに、ニートの気楽さよ。親のすねかじろうや。最悪生ポとかベーシックインカムでなんとかなると思ってるやつ、わお。多分それすら受給できずにホームレスなりそうや、わいは。しょうまるないし。ホームレスって生ポ拒否ってる連中やろ？そうなん。
貯金ガチでヤバかったら受給できるとも見たし、自分でホームレスしとるんやろか。アンケートの結果 50% がホームレスを続ける理由が自分の意思や。はい、生き方もある程度確立できとるからなんかな。すげえわ、ワイならホームレスから3日でそのまま丸んどるやろな。残りの 50% もらえなくてホームレスしててくさ。ニートはマックでバイトすればええやん。隙間時間しかないんだし。発給だけど、やりがいあって成長できてアットホームな施工管理を置いとくぞ。5時30分、起床。7時、現場到着。8時、朝礼。8時15分、現場巡回、作業員との施工打ち合わせ。10時、メーカー打ち合わせ、予算管理。12時、昼食。13時、現場巡回。14時、施工図作成。15時、翌日作業打ち合わせ。15時30分、施工図作成。18時、社内打ち合わせ。18時30分、翌日作業段取り。22時30分、事務所退出。23時30分、帰宅。25時、就寝。高砂とか大手やん。発注なわけねえわな。上司のありがたいお言葉。ここで逃げるような奴はどこへ行っても続かないよ。逃げ癖がついた奴は何年も転職を繰り返すことになるぞ。最近の若い奴は本当に根性がない。お前は嫌なことや壁にぶつかるたびに、そうやって逃げ続ける気なのか？俺が口酸っぱくお前に怒鳴るのは期待の裏返しなんだよ。決断をあまり急ぐな。ここよりいいところなんてそうそう見つからないぞ。お前もまだ若いんだから、もう少しここで頑張ってみろ。何かあったらまた来い。相談に乗ってやるから。心配してくれるなんていい上司やな。わい。はい、退職代行サービス。このスレにいるだけであっという間に30分過ぎててくさ。1ターン終わったな。歩こうとすると立ちくらみでフラフラする。ワイのニートの1日。9時から12時、起床、ネットサーフィン、YouTube。12時から13時、昼食、風呂。13時から19時、フーマル、ジム、散髪、夕食。19時から22時、スマブラ、YouTube、ネットサーフィン。これ現代の貴族やろ。これが正しい生き方。早起きして偉い。どこが早起きやねんクズ。ニートわらわらで笑った。ニートなのに規則正しい生活リズム守れるやつはなんなん。実家ニートでよく家族と話すなら余裕。ワイヤで。上司狂ったら1ターン休みになるから慎重やで。寝る時間がおかしいと起きてるとき辛いじゃん。長官の新聞配達だけして、あとは家から全く出ない長官ニートの Y が最強や。Y も新聞配達しようか考えてるわ。どのくらい続いてるんや ?8 ヶ月目やで。新聞配達は会話もないし人目も気にしなくていいし。何より楽やからニートにおすすめ。8ヶ月も続けられてるのすごいな、尊敬するわ。近所でも募集してたし今度連絡してみるかな。内臓が弱くなる。Y ニートやが、朝晩の家族の飯と洗濯しても飽きないわ。マジで専業主婦になりたい。今日は多分6時くらいに寝て14時に起きたけど、J のニートどもは何時起床や。ほぼ一緒やね。6時から15時やで。歩けるとこまで歩いてバスで帰るとかやってた。坂の上の雲みたいな生活しとんな。ずっと同じ体勢やから、髪の毛が変な癖ついて痛くなる。疲れが全然抜けないんだよな。ちょっと頑張って筋トレしたら風邪ひく。就職支援みたいなとこの人にとにかく挨拶だけは元気よくしとけ言われたから。そこは頑張ってたのに、挨拶と返事だけしといても何にもならんぞって。会社で一周されたのは笑えた。頭溶けるのはガチ。戻るまで1年半はかかった。頬の筋肉衰えて喋れなくなるわ。バイトを探してみるものの、面接怖くて結局先に進めない毎日。ニートやから暇あると釣り旅行に行くわ。日本は終わりだから働いても意味ない。親丸んだら丸めばいい。からの、マッマもパッパも丸んだけど丸布怖いんを。働きたくてもどこも雇ってくれないんを。生子もできないんを。ニートやけどお前らごちゃん以外でネットの人間と関わりあるか？趣味釣り屋からショップ行けば。普通に知り合いいるし一緒に釣り屋飯行くで。あるで。チャットから LINE に移ってリアルで遊んどる。ゲーム含めるならあるわ。と思ったけど特に会話するわけでもないし関わりあるかと言ったらそうでもないわ。ないで。ツイッターとかやろうかな思ってるわ。さすがに寂しい。ええと思うで。なんか好きなもんのグループに入り込んだ方が良さそう。ワイも昔やってたけど人間関係が広がるにつれて、面倒くさくなってもうええかな。ってなるで。大学4年生の内定獲得後に戻りたい。あの期間は無敵やった。そういうとこやぞ。恵まれた環境やないと元気になれないから今があるんやぞ。仕事辞めたんか？まだ入社1年目やで。内定獲得後の学生なんて数少ないニート生活が許された期間で、時間がたっぷりあったからな。あれがワイの最後の私服の時やった。それもありやけど金ないやん。
金もそこそこ貯まって、動けて、1年遊べる期間が欲しいんや。学生やから親のすねかじっても許されるからな。金欲しけりゃバイトしたらよかったし。Y の場合は金使って何かするほどのバイタリティなかったし。Y ニート、職業フリーターでいいか。プログラミングってなんだろう、で1日。プログラミングの本買わなきゃ、で1日。2日経過、プログラミングの本が届いたぞ、で1日。プログラミングの本読まなきゃ、で1日。こっから1日5ページずつ読んでいく。5ページじゃ一生読み終わる頃に最初の方抜けてそう。SNS すら怖くて読むせん。無職同士で慣れ合いたい気持ちもあるが、どうせ自分より恵まれてると思うとできない。そろそろ生涯ニート世代が出てくるのかな。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。